宇宙で観測されるものっていうのは、ほんの5%ぐらいしかないんです。あとは光と反応しないんですね。で、残りの95%のうち85%、これダークマターっていうんですね。で、これはまだ現代物理学はその正体を突き止めてないんです。何せ光と反応しないから観測しようがないんだね。でも重力とは反応するんです。不思議だね。重力っていうのは、リサ・ランドールっていう物理学者も言ってますが、次元の違う世界とも、コンタクトするんですよ。そうするとね、当然ね、霊的な世界ともね、コンタクトするだろうと。これ僕の仮説なんだけど。一番候補に上がってくるのはこのダークマターというのがですね、目に見えない世界とこの世の通信役をしてるんじゃないかな。太陽系ですね。で、ダークマターの正体は分かってないので、少し経験的に、ちょっとそれが人間にどんな影響を与えるかっていうのをね、ちょっと考えてみましょう。そうするとこの太陽の周りを1秒間に秒速30km というものすごいスピードでこの地球をね、こう回ってるわけ、太陽の周りね。だから皆さんめまいがしませんか、なんていう話をしながらね。そして、実はこの太陽はもっと速いスピードで、約10倍のスピードで 230km、今度は天の川の周りをぐる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 へめぐってるわけ。この6月あたりっていうのは進行方向に向かってこう走ってきますんで、地球に降り注ぐダークマターの量は比較的多いのではないかと考えられる。そして12月は逆の方向へ走ってきますんで、その逃げていく方向に行きますから、ダークマターは12月は少ないだろう。これなんとなく神道の祓いの儀式と同じ時期なんだね。この6月、これは大祓いといって夏越祭、茅の輪をくぐったりですね。簡単に言うと火の力で、この赤血球を増やしていく、時期です。6月で赤血球が増えるということは白血球も増えていく。つまり夏の間にしっかり、厳しい冬に向かって白血球、赤血球をしっかり作りましょうという時期です。この6月、その時期に、実はダークマターが増えるわけ。そして12月、これまた大祓いっていうのがあります。特に冬至っていうのは非常に重要ですね。この日は今度は水の力で新しい年を迎えるにあたって浄化していく、血液を洗い清めていくというのが大体この12月です。で、これとダークマターの量の多い少ないをつなげてみますと、この6月はダークマター増えますね。で、12月はダークマター減ると。こんなふうに考えると、このダークマターがもし霊的世界とこの世をつなぐ媒介の粒子になってるとするとですね、6月ダークマターが増える頃、それは同時に赤血球が増えていく。ダークマターが減る頃、その頃は実は血液が浄化されて、良くない血液が廃れていくって考えると、魂の世界のバルブが太くなる時、これは赤血球が増える。そしてこれがバルブが減る時、狭くなる時、これは余分な赤血球が廃れて血液が浄化されていくと。どうもですね、この魂の力っていうのは赤血球に働きかけてるんじゃないかな。私たちは魂の穢れを取っていくということは、血液、血の汚れをね、取っていくということになるだろうと。だから昔から魂じゃないんだけど、霊、これ血と読んだりしますね。そして血液の、これもちろんこっちも血です。で、この血液を作るのは霊的なものであると同時に、その土地で取れた食べ物、こっちも血です。この霊的な血と土地の血が重なってできたのが血液じゃないかな。血液を浄化していくっていうことが非常に重要で、そして6月は血液をたくさん増やしましょう、栄養をたくさん取りましょう。そして12月は良くないものをこう浄化していきましょう。こういうリズムがですね、このダークマターを通して見えてくる。
それからあと地質学的に言うとこういう説があります。火山の近くではダークマターが多いんじゃないか、ということになると、日本というのは非常に優れた富士山というね山があります。あの辺りはだからダークマターが多いんだろうと。だから古代の人たちはああいう山の近くに霊能者っていうか巫女さんが住んで、自然環境をダークマターをコントロールして地震を沈めたり天変地異を沈める、卑弥呼もそうだろうと思うんだけど、その火山の近くに行ってですね、そのダークマターをたくさん取り入れて霊的な力を増幅して、恐れ山もそうじゃないかなと思うんですね。そして天変地異、これを防いでいたんじゃないかな。これがあのダークマターについての私の見解。今度はブラックホールなんだけど、これは一般相対性理論でね予測されてて、最近はその16レンズ効果とかね、ブラックホールからどんな物質が出てくるか、これを X 線天文学なんかでこう観測して、このどうやら実在するらしいということが言われてるんですけども、宇宙の中で余分な物質を吸い込む、アポトーシスに近いですね、人体でいうと自滅していく、そして目に見えない世界で再び新しい物質になって、そして今度はホワイトホールから湧き出てくるという、この新陳代謝を司っているのがこのブラックホールであります。そしてこれは天の川の中心にある、天の川の中心にも存在する、地球から見ると射手座という方向ですねに存在すると言われています。私たちが夜空の星を見てですね、そして時折は天の川をこう眺めていますと、自分の中の余分なネガティブな層念、これをブラックホールは全部回収してくれるという、まあ、ありがたい存在です。もちろん近づくと身体もろとも引きずり込まれますけど、自分の中のネガティブなものを全部吸収してくれる、そして再びそれを選択して使える形にしてまたホワイトホールから湧き出してくる。私たちの体も古い細胞が皮膚ですと角質というものから剥がれて落ちますね。そしてまた新しい細胞が生まれてきます。だから宇宙というのはどん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 新陳代謝をしているんだというのがこのブラックホール。まあ、そういう点でいくとですね、この天の川の形はこんな形してますね。真ん中が膨らんでます。そして赤血球は逆の形してますね。だから赤血球というのはまさに天の川の動きをキャッチしている、陽と陰の働き、天の川から湧き出るものを赤血球がいただいている、力をいただいているということで、この宇宙と人間の細胞の中で一番重要な赤血球、こういうものがですね、陰と陽でこう発するものと受けるものという形で、成り立っているというのは非常に不思議な感じがします。血液の浄化ということに置き換えて、私たちは自分の体の健康を守ってるんだということを考えるとね、古代の日本に、昔から伝わってくるこういったものをもう少しね大事にしていくということが重要なんじゃないでしょうか。神社の儀式というのは本当に空想ではなくって、ダークマターの増減の時期とピタリ一致する。この神社の儀式にもう少し目を向けて、具体的には血液の浄化と新陳代謝といったところにね、目を向けていくということが必要なんじゃないかな。とりわけ今日疫病がですね世界的に流行ってますけれども、これは血液の汚れがひどいほど副反応が大きいわけ。だからもう血液をね、春の大川のごとくサラ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 ねしていくっていうことがとっても重要なんです。そのために古代の日本の儀式というのは存在した。血液の重要性、そういうものにもう少し目を向けましょうという意味ではないかと思います。これ曲がってるって言ったのはアインシュタインなんだけど、実はこれ縮んでるかもしれない。で、残念ながら縮んでる幾何学は難しいの、作るのが理論も。だからリーマンが曲がってる幾何学を作った、これリーマン幾何学で、それを利用したのがミンコフスキーという数学者で、彼がアインシュタインの相対論を作ったの実際は。で、縮む幾何学って非常に できないですよ、難しい。
なんかこう曲がってるとみんな思ってるんですけど、だって幽体離脱してみたら曲がってないんだよね、縮んでるんですよね。数学的にはね、縮みも曲がりも一緒なんです。ただ縮んだ幾何学はできない、作るのは難しい。なんでかと、曲がったって言った方がこの長さ一緒だから、見た目で縮んだように見えるだけだから、あの長さ一緒なんですごい簡単にできるんですよ、数学が。まあ、とにかくね、あの地球の物理学は根本的な間違いを起こす。神様はね、曲がってないんだよね、縮んでんだよね。宇宙がね、これは私が霊界探訪して分かったもん。日本からしか行けないんです、深海は。生きてる時に行ける。他の外国は死ななきゃいけないんですよ、深海は。神の世界に行けるのは日本だけなんです。行けるっていうのは、あの本当にあの何が起きても春風のごとく感じられる境地、春風のごとしって。あの霊というのがあって、霊というのは5次元なんですよ。魂は4次元しか行けないんで、そうすると他の外国に行って、あの個性を自覚する。だけど日本は無我を自覚する、霊という何にもない、何にもないんだということに気がつく。例えば僕なんかでも気候師で気候をやってますよね、はい、この気というものは自分のものじゃないわけ、誰のものでもないって思えるのが霊なんですよ、深海の。そういうふうに思えるが日本なんです。